孤島の鬼江戸川乱歩前回の続きからですお前さっき箱の中へ入れられるって言ったね箱って一体なんだねそんなに恐ろしいものかいブル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 お前たちの知らない地獄だよ 人間の箱詰めを見たことがあるかい手も足もしびれちまって「俺みたいなものはみんなあの箱詰めでできるんだよ」「母」一寸法師は謎みたいなことを言って気味悪く笑った。だが彼はどこか正気が残っていると見えていくら尋ねてもそれ以上は冗談にしてしまってはっきりしたことを言わないのだ。 おとっちゃんがこわいんだないくずなしだがそのおとっちゃんってなどこにいるんだい遠いところって遠いところさおれはどこだか忘れちまった海のむこうのずっと遠いところだよ地獄だよ鬼ヶ島だよおれは思い出してもぞっとするよブル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 というわけでその晩はなんと骨折ってもそれから先へ進むことができなかったけれど 北川氏は自分の見込みが間違っていなかったことを確かめて大満足であった同氏はそれから数日の間根気よく「一寸法師」を手なずけ相手が気を許してもっと詳しい話をするのを待ったそうしているうちにだんだんお父っちゃんという人物の得体の知れぬ恐ろしさが一寸法師や友之助が あんなに恐れをののいたわけが北川氏にも少しずつ分かってくるような気がした一寸法師のものの言い方が不明瞭なので確かな形をつかむことはできなかったけれどある場合にはそれは人間ではなくて一種の不気味な獣類という感じがした伝説の鬼というのはこんな生き物を指していったのではないかとすら思われた 一寸法師の言葉や表情がおぼろげにそんな感じを物語っているのだったまた箱というものの意味もぼんやりと分かってくるようであったほんの想像ではあったけれどその想像にぶつかった時さすがの北川氏もあまりの恐ろしさにぞっと身震いしないではいられなかった。 俺は生まれたたから箱の中に入っていたんだよ。動くこともどうすることもできないんだよ。箱の穴から首だけ出してご飯を食べさせてもらったんだよ。そしてね箱詰めになって船に乗って大阪へ来たんだ。大阪で箱から出たんだよ。その時俺は生まれて初めて広々したところへ出されたんで怖くってこう縮み上がってしまったよ。 一寸帽子はあるときそう言って短い手足を生まれたばかりの赤ん坊みたいにぎゅーっと縮めてみせるのだっただけどこれは内緒だよお前だけに話すんだよだからねお前も内緒にしておかないとひどい目にあわせるよ箱詰めにされちまうよ箱詰めにされたって俺は知らないよ一寸帽子は さもさも怖そうな表情で付け加えた北川ゲージが女将の威力を借りず少しも相手に感づかせぬ恩和の方法によっておとっちゃんという人物の正体を突き止めある島に行われていた想像を絶した犯罪事件を探り出したのはそれからさらに十数日の後であったがそれはお話が進むに従って 自然読者に分かってくることだからここでは警察の方でもこうして特殊なる一刑事の苦心によって局場団の方面から探偵の方を進めていたことを読者にお知らせするにとめ北川刑事の探偵団はこれで打ち切り話を元に戻して諸戸と私とのその後の行動を書き続けることにする諸戸道夫の告白 神田の洋食屋の2階で不気味な日記帳を読んだ翌日私は約束に従って池袋の諸戸の家を訪ねた諸戸の方でも私を待ち受けていたと見え書生がすぐさま例の応接前通した諸戸は部屋の窓やドアを全て開け放して「こうしておけば立ち聞きもできまい」と言いながら席に着くと 青ざめた顔をして低い声で次のような奇妙な身の上話を始めたのである僕の身の上は誰にも打ち明けたことがない実を言うと僕自身でさえはっきりはわからないくらいだなぜはっきりわからないかということを君だけに話しておこうと思うそして僕のある恐ろしい疑いを晴らす仕事に君にも協力してもらいたいんだ その仕事というのは、つまり初代さんや宮間岸の敵を探すことでもあるんだから。君はきっと、今まで僕の心持ちに不信を抱いていたに違いない。例えば、なぜ僕が今度の事件にこんなに熱心にかかり合っているか、なぜ君の競争者になって初代さんに結婚を申し込んだか。君を慕って、 君たちの声を妨げようとしたのは本当だが、しかしそれだけの理由ではなかったのだ。もっと深いわけがあったんだ。なぜ僕が女を嫌って男性に執着を覚えるようになったかまた僕は何がために医学を治め現にこの研究室でどんなへんてこな研究を続けているかというようなことだ。それが僕の身の上を話しさえすれば。 すべてが,てんがゆくのだ僕はどこで生まれたか誰の子だかまるで知らない育ててくれた人はある学士を貢いでくれた人はあるだがその人が僕の親だかなんだかわからない少なくともその人が親の心で僕を愛しているとは思えない僕が物心を覚えた自分には紀州のある離れ島にいた 漁師の家が二三十軒ぽつりぽつり立っているようなさびれ果てた部落で僕の家もその中ではまるでお城みたいに大きかったけれどひどいあばら屋だったそこに僕の父母と称する人がいたがどう考えても本当の親とは思えない顔もちっとも似ていないし僕を愛してくれなかったばかりか同じ家にいても広いものだから 父などとはほとんど顔を合わすこともないくらいだったしそれにひどく幻覚で何かすれば必ず叱られるむごい折棺を受けるというありさまだったその島には小学校がなくて規則では一里も離れた向こう岸の町の学校へ通うことになっていたけれど誰もそこまで通学するものはなかった僕はだから小学校教育を受けていないのだ その代わり、家に親切なジーやがいてそれが僕にいろはの手ほどきもしてくれた家庭がそんなだから僕は勉強を楽しみにして少し字が読めるようになると家にある本を手当たり次第に読んだし町へ出るついでにはそこの本屋でいろいろな本を買ってきて勉強した十三の年に非常な勇気を出して怖い父親に 学校に入れてくれるように頼んだ父親は僕が勉強好きでなかなか頭のいいことを認めていたから僕の切なる願いを聞くと頭から叱ることをしないで少し考えてみると言ったそして一月ばかり経つとやっと許しが出ただがそれには実に異様な条件がついていたのだまず第1話 学校をやるくらいなら、いな東京に出て大学までみっしりと勉強することそれには東京の知り合いに寄遇してそこで中学校に入る準備をしうまく入学できたらその後はずっと寄宿舎と下宿で暮らすことというので僕にとっては願ってもない条件だったちゃんと東京の知り合いの松山という人に相談をして。 その人から引き受けるといいう手紙まで来ていた。第二の条件は「大学を出るまで国に帰らぬこと」というのでこれは少々変に思ったけれどそんな冷たい家庭や両親などに未練はなかったから僕はさして苦痛とも感じなかった。第3は「学問は医学を勉強すること」なお医学のどの方面をやるかは「大学に入る自分に差し出するが」。 もしその左室に背いた場合は直ちに学士の送金を中止することというので当時の僕にとっては大して嫌な条件ではなかっただがだんだん年が経つに従ってこの第2第3の条件には非常に恐ろしい意味を含んでいたことが分かってきた第2の「僕を大学を出るまで帰らせまい」としたのは僕の家に。 何かしら秘密があって大きくなった僕にそれを勘つかれまいためであったに違いないんだ僕の家はアレスさんだ古城のような感じの建物で日の差さ,さない陰気な部屋がたくさんあって何となく気味の悪い因縁話でもありそうな感じであったしその上いくつかの開かずの部屋というものがあってそこにはいつも厳重に城前がおろしてあって。 中に何があるのだかか少しもわらない。庭に大きな土蔵が立っていたがこれも年中開けたことがない僕は子供心にもこの家には何かしら恐ろしい秘密が隠されていると感じていたほどであったまた僕の家族は親切な爺やをのぞくと一人残らず不具者だったことも変に薄気味が悪かった 背の曲がった両親のほかに召使いだか居候だかわからないような男女が45人もいたがそれが申し合わせたように手足の指が2本しかない低能児だったり立つこともできないクラゲのような骨なしだったりしたそれと今の開かずの部屋と結びつけて僕は何とも言えないぞっとするような不快な感じを抱いたものだ。 僕が親の膝元へ帰れなくなくるるののを、むししろ喜んだ気持ちが君にもわかるでしょう。親の方でもその秘密を勘づかれないために僕を遠ざけようとしたのだそれには僕がそんな家庭にも似合わず敏感な子供で親たちが恐れをなしたせいもあるのだと思うがねだがもっと恐ろしいのは第三の条件だった 僕が守備よく大学の医科に入学した時栗の父親からの言いつけだと言って以前帰偶した松山という男が僕の下宿を訪ねてきた僕はその人にある料理屋へ連れて行かれ一晩みっしりと説法された松山は父親の長い手紙を持っていてその文面に基づいて意見を述べたわけだが一口に言えば 僕は普通の意味の医者になって金を儲けるにも及ばぬし学者となって名を上げる必要もないそれよりも外科学の進歩に貢献するような大研究を成し遂げてほしいということであった当時欧州大戦が済んだばかりでめちゃくちゃになった負傷兵を皮膚や骨の移植によって完全な人間にしたとか頭蓋骨を切開して 脳髄の手術をしたり脳髄の一部分の入れ替えにさえ成功したというような外科学上の驚くべき報告が盛んに伝えられた自分で僕にもその方面の研究をしろという命令なのだ。別段は悪いことでもないしもしそれを拒絶したら学士が途絶えるので僕は何の考えもなくこの申し出を承諾した。 そして僕の呪われた研究が始まったんだ基礎的な学科を一通り終えると僕は動物実験に入っていった動物試験に成功するごとに父親のもとに誇らしげに報告したすると父親からは僕の成功を祝し激励する長い手紙が来た大学を卒業すると 父親はさっき言った松山を介して僕にこの研究室を建ててくれた上研究費用として月々多額の金を送るようにしてくれたそれでいて父親は僕の顔を見ようとはしないのだ学校を卒業してもさっきの条件を固く守って僕の規制も許さず自分で東京へ出てこようともしない僕はこの父親の 一見親切らしい仕打ちが、その実、みじんも子に対する愛から出たものでないことを感じないではいられなかった。いや、そればかりではない。僕は父親のある極悪非道な目論みを想像して身震いした。あれは僕に顔を乱れることさえ恐れているのだ。僕が親を親と感じないわけはまだある。 それは僕の母親と称する女に関してだが、その終幕極まる女が僕を子としてではなく一個の男性として愛したことだ。それを言うのは非常に恥ずかしいだけでなく、ムカムカと吐き気を催すほど嫌なのだが、僕は10歳を越した自分から絶え間なく母親のために責めさいなまれた。お化けのような大きな顔が。 僕の上に襲いかかってところ嫌わずなめ回したその唇の感触を思い出しただけで今でもそうけ立つほどだあるむずがよい不快を感じて目を覚ますといつの間にか母親が僕の寝床に添い寝していたそして「ねいい子だからね」と言いながらここで言えないようなことを要求した 僕はあらゆる醜悪なものを見せつけられた。その耐え難い苦痛が3年も続いた。僕が家庭を離れたく思った一般の理由は実はこれなんだ。僕は女というものの汚さを見尽くした。そして母親と同時にあらゆる女性を汚く感じ憎悪するようになった。君も知っている僕の盗作的な愛情は。 ここんんななととろかから来ていいるのではないかと思うんだよそれから君は驚くかもしれないが僕が初代さんに結婚を申し込んだのも実は親の命令なんだよ君と初代さんが愛し合う前から僕は木崎初代という女と結婚しろと命じられていた父の手紙と例によって松山が父の使いみたいに陰品とやってくるのだ 偶然の一とはいえ不思議な因縁だねだが今言う通り僕は女を憎みこそすれ少しも結婚の意思がなかったので親子の縁を切り送金を断つとさえ脅かされたけれど何とかごまかして結婚の申し込みをしないでいたところが間もなく君と初代さんの関係が分かってきたそこで僕はがらりと気が変わって君らの邪魔をする意味で 父の命令にに従う気になった。僕は松山の家へ行ってその決心を伝え結婚の運動を進めてくれるように頼んだそれからのことは君も知っている通りだ今これだけの事実を話せば君はそこからある恐ろしい結論を引き出してくることができるかもしれない現在僕たちの知っているだけの材料があればおぼろげながら 一つの筋道を組み立てることも不可能ではないのだ。だが、昨日あのソーセージの日記を読むまでは、そして君から八千代さんの幼児の記憶にあったという景色のことを聞くまでは、さすがに僕もそこまで邪推する力はなかった。それがああ、恐ろしいことだ。昨日君の描いて見せた。荒れ果てた。海岸の景色が僕にとって。 どどんなにてひどい打撃であったか。君あの海岸の城のような家はこの僕が13の年まで育った忌まわしい場所に違いないのだよ。思い違いや偶然の富豪にしては3人の見た景色があまり一致しすぎているじゃないか。八代さんは牛の寝た形の岬を見た。城のような廃屋を見た。壁の剥げ落ちた大きな土蔵を見た。 ソーセーセジもも牛の形の形見た。そして彼らは大きな土蔵に住んでいたそれはどちらも僕の育った家の景色にぴったりと一致しているんだしかしこの3人は別の方面でも不思議なつながりを持っている僕に初代さんと結婚することを強要したからには僕の父は初代さんを知っていたに違いない その八代さんの下手人を探偵した宮間岸がソーセージの日記を持っていたところを見ると八代さんの事件とソーセージとの間には直接か間接かいずれにもしろ何かの引っかかりがなければならぬしかもそのソーセージは僕の父の家に住んでいるとしか考えられないのだつまり我々3人は目に見えぬ悪魔の手に操られた 哀れなな人形でしかないんだそして恐ろしい邪水をすればその悪魔の手の持ち主は他ならぬ僕の父と称する人物であるかもしれないのだよ。諸ろはそう言って恐怖に満ちた表情でちょうど階段を聞いている子供がするようにそっと後ろを振り返るのであった私は彼のいわゆる結論というのが。 どんな恐ろしい事柄だかまだまだ飲み込めなかったがもろとの機械至極な身の上話とそれを話している彼の一種異様の表情から何かしら世の常ならぬ勇気を受けてよく晴れた夏の真昼であったのにぞっと寒気を覚え全身が鳥肌立ってくるのを感じたのである」。